どうも。さっきお茶漬け食べて鼻が詰まってるピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。アドベンチャートロールワールド、トロールの世界を冒険ということですね。そして説明文にコレクトザコインスって書いてるんですよ。ということはピンクコインコースで間違いないと思います。だがしかしノットキーです、オアイエスワッツって書いてますね。鍵を取ったらやられると。なんでかこっちが聞きてえよ。制作者さんは知ってんだろ。でこの凝ったサムネを見るとめちゃめちゃ膨大な冒険が待ってそうじゃない。上等だよ、このトロールの冒険。冒険していこうじゃないか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.06%。 そういや最近ミニストップのハロハロ食べたんだけど、あれめちゃめちゃ美味しいよね。というかミニストップのソフトクリームが僕世界で一番うまいと思ってる。あれより美味しいソフトクリーム食べたことないんだよな。なんだよ。開幕バブル。上に勝ちブロックが出たんなら左上行くしかないよな。ピンポンって言われましたけど、うーん、なるほど、ここで。あっさー、たったの2回で分かったぜ。このコースはすごくバブルを出してくるようなコースなんじゃないんでしょうか。まあこの制作者さんはねバブルが好きなんでしょうきっと。でこっからどうすればいいの。先進むよ。あ、いけるいける。でさっさと右に行っちゃって、いけ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 、よしよしよし。そしてちくわブロックに乗りのハテナブロックを叩かないふりをして叩いた瞬間すぐ右だ。いやー。成敗されたでござる。 B スイッチ踏んで砲台がポーンって出てくるやつがあるじゃん。これってバグじゃないのかな。なんかバグっぽいように見えるよね。ていうか動きが速い何かがあれば全てバグに見えない。さあメットを蹴ってすぐ下に降りようか。絶対メット戻ってくるわけでもない。さあドアに、ドアに入れません。ダバダー。じゃあ左の方で待っておきます。でさあこのコースピンクコインめちゃめちゃ多くない？7枚ぐらいあったように見えたんだけど、 1,2,3,4,5,6,7、 うわやっぱり7枚もあるじゃん。僕死んじゃうよ。どんな大冒険なんだよ。青土管と赤土管、黄色土管でドアが2枚か。ちゅうことは5枚集めればいいっていう感じだね。さあここはちくわに乗ってすぐ右を進む。まさまー、それ何回も見たやつだけど分かるかこんなの。トロールって不思議ですよね。何回も見たことある罠なんだけど絶対に引っかかってしまう。これパン発動しといた方がいいんじゃないの。発動しないのこれ。なんだお前。多分ねこのパンはわざわざ発動しなくていいと思う。だって難しいんだもん。このハテナブロックは叩けばいいか分かんないけど、叩いた瞬間すぐ右に進むぜ。さあこの四角の枠は何なんだろうな。右にギリギリ行っても特に何もない。じゃあ叩く以外ないよな。リンク、でもこのリンク取れないよね。まったくリンクだけにシンクさせられる剣だぜ。じゃあハテナを叩いてこの辺だったら大丈夫。一番左でジャンプしようか、このタイミング。全然ダメじゃねえか。あ、いけるいける。さあ右のドアに入ればいいのかな。また上に行くとかそんなこともありえそう。あ、もう行っちゃおうか。なんかあれよ、このコースはね分からんくなってきたわ。こういう行き止まりんところも行ったら正解っていう可能性もあるもんな。さあ左の鍵ドアは何だったんだろうな。あ、この鍵を取って戻ればいいみたいな。うわ、ジャンプするの怖え。してみようか。もうほんと悔しい。絶対罠やろっち、おもちゃ方に行っても罠だったりそうじゃなかったりさ。いやこれは絶対正解だと思うよ。ここら辺になんかあるみたいな。なんだこの制作者。また面白い制作者に出会ってしまったぜ。じゃあ上のハテナブロックは無視で、こいつまた絶対こっち来ると思う。だからなんだと違う、すぐ左目いいじゃない。マスターソードは封印されました。てか一つのピンクコインでこんなに長いの、これが5枚もあんの。僕死んじゃうぜ本当に。これ叩く、叩いてもいいことないと思う。ほらあげる。だけどね楽しくなってきましたよ。難しければ難しいほど、バカにされてればされるほど楽しいってもんさ。舐めやがった。ここのドアに入ります。そしてもう一回戻れっていう感じだったのね。するとカーモーショったネギは僕です。ドアから出た瞬間ジャンプ左、これで大丈夫じゃねえよ。ジャンプして右、これで大丈夫なんじゃない。よしよし、魚をやられてくれた。で今度上に行けとかないよな。うわもうどうするこれ、上じゃないよな、頼む。うわなんか出てきた。よっさあチーだってドアに入らせたらされるのがいいんだ。よーし。これで
中間ポイントゲット。さあ下のドアに入っていきましょう。ドアじゃない、ドカね、ドカねじゃねえんだよ、ドカね。もう噛みまくってなんて言わされたら分かんないんですけど、さあドアに入っていきます。でまずハテナブロック叩いてみようか。ですると右が開くね。まあ、ここはそんなに優しい、優しい。さっきのマグマ地帯よりこっちの方が簡単そうに思えるんだよな。なんか罠とか少なそうじゃない？うん、これどうやって進むの？なんか降ってくる？魚よ、こんな場所から降ってきても当たることはできねえぜ。もうちょっと左側に来るべきだったね。そして右からなんか来るんじゃない？ドカン、ドカン、ドカンに入れませんよ。多分ね、ドカン入れないと思うんだよな、やっぱり。だから上に行く必要がある。そしてオンオフか。この場面はあんまり罠がないんでねえの？出せ、出せ。もうね、読めてんだよな。右上にブロックがいっぱいあるじゃん。あそこから鉄球が落ちてきて、あっちに進んでくださいみたいな、そういうコースだと。一番左に隠れておこうか。そうするとダブル魚を避けれる。で、これ下から行くか上から行くか。このパックンの下もさ、隠しブロックがありそうな気するんだけど、もう上から行っちゃおうか。お、ピンポンって言われた。これは3分の1当てた感じなんじゃない？かわいいけ。絶対これどっか鉄球だって。アップけ。よくかわした。あれ鉄球振ってこないの？これは左が正解なんじゃないか。バレードカビー。なら下に行った瞬間右に進む。でこいつが絶対に鉄球だと思う。だからこの場所に隠れておいたら大丈夫。でこれもオンオフなんじゃない？でオンオフするけど右にダッシュしない方がいいと。あの3本右ダッシュでかわせるかな。頼む、かわしてくれ。ドカギャー。これ分かったかもしれん。赤ブロックの裏にさ、矢印が書いちゃったから、ここに追っておけば大丈夫みたいな。おっほほ、すげえ。通り抜けることができるんだね。なんだこの隠しブロックは。まあまあ無視しといていいでしょう。ここでピンクコインをゲット。で、あの赤の缶に行くまでに絶対何か来るって。魚とか降ってくる。僕は何もしないさ、まだまだ何もしないさ。トークする時間でね、何もできなかっただけです。まあ制作者さんもね、僕のトークする時間も神殺されろ。ハテナブロックを叩こうとするな。今までいいことなんて10回に1回ぐらいだった。だだだだ。さあ土管に入ってみます。今日ダメだ、めちゃめちゃ噛んでる。さあ3枚目のピンクコインはね、赤の土管入っていきましょう。まだまだ鬼畜になってきてもいいよ。それはキモすぎ。土管から出ると右ダッシュ、右ダッシュ、右ダッシュ。そしてすぐにジャンプ、デカブツ。ハトンだけで実況できるか試していきたいと思います。うーん、もうこういうハテナブロック系は叩かない、絶対にね。これは左でいいのか。オッケーオッケー。さあこの四角のブロックは叩く。もう叩いてもいいことないんだよな。ほらほら、もう分かってんだよ、この四角の枠は叩けそうにない。ならばどうする。うわ、キノコ出てきたよ。え、熱いんじゃない？まず先に壊しておこうか。で、こいつを叩いても特に意味はない。よしよしよし。で、おいおい、何をすんだよ。いや、また上行ったら行き通りとかないかな。弾が来るみたいな。え、何？はいって書いてない。はい、どうもこんにちは。オッケーオッケー。これは進めるんでねえの？もうやらがみをする。だからそれは早く言え。じゃないかと思うんですけど、無機物。実況なめちゃうやろ。もうちょっとさ、見よう、みんなが気持ちよくなるような実況せよ。さあここでピンクコインゲットしいの。あ、これで上に行けるんじゃない？そうだよな。で、ボム兵がいたと思うけど、これでピースイッチがなくなってくれて先進めるんかな。またさ、ゴーバックとかそういうことはないとは思うんですけどね。さあここでボム兵でブロックを壊してもらいの。今度下に行けるじゃん、このヒップドロップ。なんでふざけるな。もういいって、3周目ですよ。この場面はさ、どんだけ罠が変わんの。もうスムーズにさ、最後まで進ませてくれてもいいじゃん、3周目ぐらい。これはできるでしょ、絶対そうだと思うよ。さあ次はどうやって進むの。このブロック壊れてくれる？壊れてはくれない。
ここパックンだったよな。だから左に逃げておきます。すると壊してくれるよ僕の心を。あ、今度右側に扉出てきてんじゃん。あっちの方に行けっていう感じで。じゃあピンクコインを取り入ろう。こいつはなんだ、壊してくれる。キノコ今日さ、キノコの取る率めちゃめちゃ高いね。さあドアに入れる。3周目は簡単だったね。ちゅってもさ、今みたいなのが残り2枚もあるんでしょ。もうキチキすぎるってこのコースは。なんだ右下って書いてる、何もしない。やめろ、投げられる。最初は始めた瞬間に何かしてくるの好きだな、この制作者。じゃあビリビリを避けーの。こいつはまた右ダッシュしない方がいいでしょきっと。ギャ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 。そんな気持ち悪い声じゃなくって可愛い声で行こうよ。もうそっちの方が絶対にみんなから評価が高いと思うよ。ここはね、左足まで大丈夫。見えない見えない。これを取っていいのかな。大丈夫、ボケます。このデカキノコは取らないでいいということでしたね。さあブロックを壊しておくれ。そして右のハテナブロックまで一直線に行っちゃおう。この一直線野郎が。実を言うとこのツタ怪しいと思ってはいました。だけどさ、捕まることによって引っかかることって結構あるじゃん。だから一直線に行きたくなる気持ち分かってくださいただの言い訳を言おうとしてる。これはもう上を失敗、上を失敗。なんかドアかなんかあるんじゃない。上をシェイパーしても何もない。床かなんかあんのかな。おー、オッケーオッケー。さあここでボムを壊したら、あのブラパ左側に来ると思うね。だから右で大丈夫。コイン、おー、危ねー。コイン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 、危ねー。しすぎたらさ、ちょ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 よくやったぞちょ。立つんだちょ、入るんだちょさっはー、え、いいの。ねえ、それはずるい。絶対右の土管に誰もが入っちゃうじゃん。今度は右の土管こっちで合ってるよな。さあラストのピンクコイン行こうぜ。あった1枚、あった1枚、あった1枚。そうこう何が来るんだろう、分かってんだよ。え、何ここなんでバネたんだろうね。こいつなんかあるんじゃない、ガチブロックとか。右からダッシュしてみようか。こんな感じ、あ、なさそうだね。じゃあこっちのハテナブロック叩いていきます。そして右のツタの下、こっかー。よく見たらこの下キノコあんじゃん。でもこのキノコは意味ないよな、さっきブロック壊れてくれたの見えたもんね。さあどんどん上に登っていきます。このハテナブロックはバブル好きだな、この制作者さん本当に。そして次はリンクか。でもこのリンク取れないよな。え、これどうやって。待ちゃー、ここで何もしなければいいんだ。そうだ、これでマスターストーンが取れるって言わさ。またまたバブルかい、こいつもバブルかい。焼き魚だ。もうどんだけ罠に引っかかってもね、痛くも痒くもないんだよ。なぜかってもうすぐゴールが待ってると思うからさ。この下は特に何もない。こいつは何なんだろうな。ワンナップ、うわ、これ以上叩いたらさ、なんか罠のような気がする。ちょっと最後叩くのやめようか。これだって視聴者さんに怒られるかもしれない。絶対こいつブラパだろ。で、先に進めなくなりますよみたいな。でしょうね。あれ、なんかここ叩いたら P がめちゃめちゃ発動してますけどあれ、これもしかしたら見たらいけないパターンなんじゃないの。なんか待ってる、罠めちゃくちゃあるこれいいのか、このまま進んじゃっていいのか。ここ扉見えますか絶対さ、これ先進んだらこっちに行きなさいっていうことだったんじゃない。いや絶対そうだ、ごめんね、なんかこっち来ちゃってでもいいもんな。うわ、最後気になる、後で見ておこうか。ごめんね、でも会っちゃって。まあ謝る必要はないもんな、正解ならそっち行くべきですよ。さあ最後のピンゴールじゃん。これ壊れないつららだよな。ということはこのピンスイッチを押す必要がある。すると、うわ、出た出た出た。ちゅうことはあのフラワーを取ればゴールできるっちゅうことか。もうゴールは俺のもんだ。ここで鍵が手に入るかが問題と思ったら鍵を手に入れさせてくれた。ということはあのピンスイッチを押して右ダッシュすればゴールできるんじゃない。そうだよな。よし、いけ、バレ、いけ、どんだけー。
目の前にゴールがあるのに悔しいな。ピンスイッチを叩いて左の土管に入るんで合ってると思うんだけど、上から鉄球が降ってくるとかないかな。あ、なさそうだね。なんか上に土管があるから鉄球が来る場所がなさそう。さあこれで中間ポイントゲットしの下には行けないよな。じゃあ左の土管入ります。うわまだマジかよ、もう終わっていいって。これ左と右どっちよ。こっち行ってみようか。合ってんじゃないこっち。右そこのかわすところなかったよね。じゃあ左下行ってみようか。こっちがピンポンって言われた。で、あ、キノコ状態のまま行けっていうことだったのね。これで魚に当たっても大丈夫。あの左のハテナがあるじゃん、あいつも叩かない。もうこっち叩いてみようか。もう叩く必要があるじゃん。キノコが、キノコだよね。そうだよね。さあつららを壊して優勝。あ、これゴールなんじゃない。さっきの場所出て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 、ちょっと多分ゴールと思うんだよな。左下にピンスイッチと砲台があるじゃん。で右下にブランコがあって、ここに土管があるってことは、多分この雲の先にゴールがあると思うんだけど、頼むゴールよ。お前じゃねえんだよ。いやもしそうだったらよ、僕の観察力めちゃめちゃすごくない。じゃあ2個抜いて上に行く。もうフラワー来ないよな。この下がゴールだと思うんだ。やったいやアドベンチャートロールワールド、その名にふさわしい大冒険でしたね。すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。この場所でさ、上に行ったらどうなってたんだろうね。 OK が出てきて、結局あの隠しブロックを叩いて P スイッチが発動するようにみたいな感じだと思うんだよな。ゴーバック土管に戻るってこと。ちょっとやってみようか。面白い。ゴールしてもまだまださせてくれると。土管に入れないわ。もしかしてバネの上に乗っていくのかな。あ、やっぱそうだ。そしてここから P スイッチが発動してさっきの場所に行けるとか、そういうことなんじゃない。頼む、そうであってくれ。違うまだめちゃめちゃあんじゃん。え、何これ。ちょっと待てよ。上等だよ、すべてのトリックを見てやるぜ。さあ上に登りの、確かこれバブルだった気がする。こいつでチビになってピンコイ取るでしょ。でリンクがあったんだけど、今度違うと思うんだよな。こっちいいよ。ぬか喜びさせた。ただこの制作者さんはさっきと違うのが正解っていうのが分かった。だからここもこの場所に置っとけばいいんじゃない。いいじゃん、もうゴールしたじゃん僕なんでやってんの。頭おかしいだろ。いやこれで絶対いけるはず。そうだよな。でさっきのピースイッチがどうこう言われるんだよ。絶対そう、絶対そう。 OK じゃねえんだよ、早く進ませてくれ。もうここ早送りするよ。さあ下に行って、さっきのピースイッチだよな。 JK、 あれピースイッチの場所出てきてなくない。来たここが俺のゴールだ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ2、コインを取るだけ。説明文に隠しはないですって書いてるんですよ。ということは単純にあのコインを取ればゴールできるっていう話だよな。何がそんなにクリア率を下げてるんだろうね。もしかしたらマグマが上がってくるとかなんじゃない。だから急いで取れみたいな。まあやっていこうか。クリア率は 1.42%。 このクッパ城はね、見た目では分かんないんだけど、実は水中ですっていうこともありえるもんな。でゴール条件はコインを全て16枚取ってからゴール。まあ何もなかったら全然簡単だとは思うんだけど、マグマが上がってくんだね。まあそれでもですよ、さっさと右に行っちゃって全部コインを回収すれば一番下取れませんけど。いや最初突っ走ってもさ、ここ止まっちゃうからコインが取れないんだよな。やめろ、やめろ。下のコインをどうやって取ろうか。ここのコインさえ取ることができたら、はいはいはい、攻略を見つけたぞ。斜めだ、下からコインを取るんじゃなくて斜めからコインを取ることがそれが簡単にできたら苦労しませんよね。見てろ、全集中するぜ。ここから斜め入れ、斜め入れ、斜めゴール。いやシンプルなザ一発マリオっていうコースでしたね。素敵なアイディアのコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。